長く関口はもう一周行けますね。関口もう一周行ける。残り30秒ぐらいになります。さあどうだ、もう一周行ける。関口がトップ奪い返した、うん、1分19秒231。そして福住リレーが帰ってきた。福住リレーは3番手だ。福住リレー3番手、関口、宮田、福住、坂口、阿部路、大湯、牧野、大津と変わりました。残り時間はあと10秒ほど。さあ、さあ最終ラップに入っている各ドライバー、大津が今通過して6番手に上げた。そして大湯が通過をして大湯が5番手に上げた。そして間もなくチェッカー3秒前、2秒前、その前に牧野が通過をして牧野2番手だ。牧野2番手、そしてチェッカーが出された。牧野はファイナルラップに入った。牧野ファイナルラップに入っている。牧野しかしコースにとどまっている。さあまだわからないぞ。最初にチェッカーを受けたのが宮田理智ということになりますが、宮田はもう伸ばせない。最後のラップで順位伸ばせませんでした。上げられませんでした。アレジが少し上げた。セナも来てるけど、どうだと届くか。カーナンバー39番坂口セナが戻ってきました。コントロールラインを追加で坂口セナは3番手、初ポールなりません。初めてのポールポジションなりませんでした。坂口、宮田もポールポジションの権利ある。もうそして関口優秀が来る。関口優秀が来る。関口優秀現在トップだが、さらにタイムを縮めるか。どうだ、19秒の272、自己ベストには届きませんがトップそのまま。そして今コントローラーも通過をしていったのが福住リレーですが、福住は5番手のまま。あとは最後託されるのは大湯と、そして牧野ということになりますが、大津も帰ってきた。大津も帰ってきた。コントローラーも通過をしたんだが最後タイムは上げられない。そして大湯と敏が最後帰ってきたんだが、こちらもタイムは上がらない。そして最後に牧野忠介が戻ってきますが、牧野忠介が最後大逆転できるかどうか。現在2番手牧野とれば2回目のポールポジションということになりますが、牧野帰ってきませんね。ああ牧野はもうペースを落としているか。そうですね、牧野計測へ向かっていきます。
ただやっぱりこういう結果がやっぱり出てくるとまたね、本人も自信を、まあ、深めるというか、はい、間違ってなかったんだという確認ができますからね。本当に昨年は本当どこかね歯車が噛み合わなかっただけで、はい、速さは十分あったと思うんですよね。そして何かこう平川選手の、ね、勢いに押されていたというよりも、うん、まあ、見えなくはなかった感じもしましたので、はい、いや今回は平川選手が欠場しているところでいやいや俺でしょっていうところをやっぱりしっかりアピールするところがプロだなと思いましたね。いや本当に役者が帰ってきましたね。帰ってきましたね。さあウェットコンディションしかもヘビーウェットという中で、まあ、本当にコースが非常にね、やっぱり危険度もしっかりと管理されていたという水の量でもありましたし、はい、まあ、ドライバーも思い切って関口選手みたいに踏んでいけるコンディションではありましたよね。ウェットでしたが、いや本当スリリングでしたけどね、うん、やっぱり Q2 の再開後の1周で、はい、タイムを出してきた集中力がそのまま Q3 でも、うん、来たんじゃないかな、はい、本当にいい集中力。さあどうやら準備が整うようですのでここでピット呼んでみましょう。二郎さんそれではお願いします。はい、ただいまですねこの今体重も測りそして今マスクの着用をですね済ませます関口選手にお聞きしたいと思います。この第4戦このまた難しいですねウェットコンディションの中で記憶に残るレースをいつも展開してこの凄でですね話題を呼んでいただいてます関口選手です。ポールポジションおめでとうございます。ありがとうございます。今回もですね難しいコンディションだと思うんですがいかがでしたか。いやもうここのところずっと苦しいところ続いてたんで、あ、すごい嬉しい。久しぶりのポールポジションですよね。もうちょっと開幕戦やなんかそのテストの段階からちょっと今シーズン苦しい展開をですね、はい、見てました。今回のポールポジションでそれがですねパッと晴れたんじゃないですか。そうですね、もう、まあ、ポールとっても今までやっぱレースが重要だから、まあ、そんなの大したことなくて、まあ、決勝が重要だって言ったんですけど、まあ、こんな嬉しいのは久々のポール。そのですね関口選手の目頭が熱くなっているのは僕初めて見るんじゃないかなと思って、それだけやっぱり苦しさがあった、でも今回は素晴らしい走りができたという自信、自分自身のですね自分自身を褒めたいという感じですかね、はい、ですね、はい、もうこちらもですね本当に目頭が熱くなるようないい走りでした。明日のコンディションはまあちょっとわからないですけど、ポールからまた素晴らしい記憶に残るレースをですね、はい、期待します。そうですね、明日優勝できる精一杯頑張ります。おめでとうございました、はい、以上です。はい、ありがとうございました。どうぞファンの皆さん温かい拍手をね大きく彼に届くように送ってもらいたいなと思いますが、いやー武さん、あの涙が全てを物語っているような復活劇ですね。そうですね、まあ、昨年ね すごい苦しかったと思うんですよね。苦しかったでしょうね、うん、まあ誰もが多分経験すると思うんですよね、スランプというか、トップを極めた選手だからがゆえにこういう迷い道に入ってしまってなかなか抜けられないこの苦しさもどかしさ。関口選手ほどのね選手がそんだけ苦しんで、うん、まあ、這い上がってくるっていうね、その、はい、この、まあ、ドラマをちょっと、まあ、見させてもらってっていうような今日の予選の感想なんですけど、本当に先ほど関口選手明日また、本当の復活劇を見せてくれるんじゃないかなっていう、ね、そういう期待も、うん、ちょっと込めて、うん、はい、いやインパルのメカニックもこれはちょっとメンテナンスも気合が入りますね、とにかく明日絶対勝たせてやろうという気持ちで一つになったんじゃないかなと思いますが、フォーミュラのレースって、うん、スーパーフォーミュラのレースっていうのは本当に人の気持ちが溢れてる、伝わる、まあ、それだけ本気でやってるっていうね、ドライバーだけじゃなくて、まあ、チームだと思うんですけど、本当この1周にかけるこの予選は、まあ、1周が速い人は、まあ、ポールポジションですけど、その気持ちが誰よりも強かったっていう結果、うん、まあ、そのご褒美だったと思うんですよね。あとはあれですね、やっぱり予選というのは、まあ、決勝で、ね、勝つというのは強さの象徴でもありますし、はい、チームの総合力でもありますけれども、やっぱりドライバーという生き物は、はい、予選で俺が一番速いんだっていう、これを証明したいっていうのはやっぱりね、一人一人の戦いとしては誰も負けない。そうですか、
ああいうキャラじゃないんですけど、ちょっとああいうのダサいなと思ったりとかなんか込み上げてきちゃった。